赤市は刑務所を出所した人たちの再犯防止に向けた公正支援を行う条例案を今日市議会に提案しました赤市議,議会に提案されたのは赤市公正支援及び再犯防止等に関する条例ですこの条例案は市民が安心して暮らせるまちづくりを目指す赤市が刑務所を出所した人たちの社会復帰を支援し 再犯をを防止ししようと制定を目指しているものです国はお,おととし再犯防止の取り組みを自治体の責務とした再犯防止推進法を施行していて明石市の条例案には仕事や住まいの確保のほか福祉サービスを提供するなどして 刑務所を出所した人した人たちが地域で安定した生活を送れるよう支援することが盛り込まれていますこの条例案は来月20日の本会議で採決が行われる予定で可決されれば公正支援を主な目的とした全国初の条例となります